アカデミックなキネシオロジーにおける研究と実践の様子キネシオロジーとは人間、またはそれ以外の生物の体の運動の科学的、研究である。生理学的、生態力学的、心理学的な運動原理及び運動機構を扱う。ヒューマンキネシオロジーなど、キネシオロジーの人間の健康への適用には、生態力学、整形外科体力とコンディション。 スポーツ心理学、リハビリテーションの方法、スポーツとエクササイズが含まれる。人間及び動物の運動の研究には、モーショントラッキングシステムによる運動の調査、筋肉及び脳の活動の電気生理学、生理学的機能を観察するための様々な方法、その他に行動と認知を調べる技術が含まれている。 キネシオロジーという言葉は、ギリシャ語のカッパニューイータシグマイオタキネシス、ラムがガンマアルファロギアから来ている。なお、筋肉反射テストで診断する、マインドブロックを解き心と体を自然本来の状態へ戻す、などと主張されるカイロプラクティック、代替医療の方法はアプライドキネシオロジーであり、これには非科学も含まれるため、科学的研究であるキネシオロジーの範疇にはない。 また、キネシオロジーテープ、キネシオテープ等と呼ばれる粘着テープを使うテーピングも疑似科学的療法とみなされており、キネシオロジーとは別物である。ありがとうございます。